皆さんこんにちは。こんにちは。藤井花丸53歳です。島崎智子45歳です。以前僕の DIY ミュージックチャンネルに島崎智子強制出演っていう回があったんですけど、はい、カリスマ朝も見ていただいたということで。あ、本当ですか。嬉しい、はい、ありがとうございます。そんなんで今日久々にこっちゃんがこのスタジオに来てくれました。どうも。何しに来たんですか。遊びに来ました。遊びに来たんですね。はい、確定申告の入力しに来たら。そうなんですよ、はい、家でやってるとあれ心折れちゃいますからね。そうです。パソコン持ってきて、はい、隣でやってるとお茶も一緒飲めるしっていうことで。そうです。そういう日だったんでございますが、はい、せっかくやっぱこっちゃん来てるから来てくれてるからなんか音楽をやって遊ぼうっていうことになり、はい、最近ね私オンラインセッションやってて、はい、雪だるまっていうね概要欄にもリンクを貼るんですけど、オンラインで大阪のギタリストとか両国のドラマーとか毎週やってるんだけど、今日そこに参加してもらったっていう、はい、どうでした初のオンラインセッション。感動しました。こんなことがねできるんだっていうことでね、はい、そうなんです。何のストレスもなかったです。もう、はい、楽しかったですね、はい、1時間でしたけどね、はい、でやって、まあ、せっかくだから曲を録音しようってことになって新曲を島崎智子新曲でベースが私藤井と、はい、高志くんがギターキャップくんがドラム雪だるまーずのメンバーが島崎智子本邦初公開の新曲を録音しました。オンラインセッションというわけで聴いてください。曲のタイトルは確定申告。Yeah!